はい、どうも皆さん、こんばんは。 WD23 スタジオズでございます。今回皆さんにお伝えするのが WD23 スタジオズプレゼンツファンタジースプリングスのアトラクションランキングです。というわけで、長年どこでも誰よりもファンタジースプリングスに関して、詳しくね、伝えてきた WD23 スタジオズですけども、さらにはね、海外パークすべて回っておりまして、あらゆるアトラクションを知っております。そんな WD23 スタジオズがですね、独断と偏見に基づいてこちらのファンタジースプリングスのアトラクションをランキングつけていきます。このアトラクションがいい、このアトラクションはダメっていうね、いろんな方のね、意見があるかなと思いますので、ぜひそんな意見はコメント欄までお願いいたします。あくまでね、 WD23 スタジオズの意見となりますので、いろんなおすすめの点とかありますので、こちらのね、内容動画見ていただきながらファンタジースプリングス楽しんでいただければなと思います。ちなみにですね、ファンタジースプリングスのアトラクションに関してネタバレを大いに含みますので、皆さんご注意いただければなと思います。それではですね、早速楽しんでいきましょう。どうぞ。まず第4位がですね、ラプンツェルの森にありますラプンツェルのランタンフェスティバルでございます。こちらのアトラクションは、失われたプリンセスの誕生日をお祝いするランタンフェスティバルを見に行くというね、アトラクションになっておりまして、ボートライドですね。第4位とはいえども、やはりね、こう素晴らしい場所たくさんあります。まずはですね、やっぱりこのラプンツェルが閉じ込められていた塔ですね。こちらをおそらく実寸大の大きさで見ることができる、世界で唯一の場所です。ラプンツェルのエリアっていうのが、フロリダとか、あとは上海ディズニーランドとかね、そういったところで再現されているわけですけども、レストランだけだったりとか休憩スペースとなっておりまして、このラプンツェルのエリア大々的に展開しているのは、こちらのファンタジースプリングスのラプンツェルの森だけになります。さらにですね、こちらラプンツェルの塔が見れるアトラクションなんてものはね、ここにしかありません。ファンタジースプリングスだけです。こちらのね、アトラクションの乗っていく中で、ラプンツェルがね、閉じ込められた塔が、さらにはね、ラプンツェルが歌っている姿が見れる場所は本当にここしかないので、非常に貴重なね、体験となることでしょう。そして、個々のね、シーン切り取っていきますと、やはり最後のね、フィナーレのシーン、ランタンがね、飛ぶシーンですね。輝く未来を歌う友人と、そして、ラプンツェルがね、いますけども、本当にこちらのシーンはね、目の前にね、広がるランタンがね、もう、いいですよね。本当に感動します。涙なしには見られない、そういったね、アトラクションになるんじゃないでしょうか。そしてね、昼と夜とで楽しめるんですけども、昼よりも個人的にはね、夜の方が好きになりました。やはりランタンフェスティバルを見に行くアトラクションですから、夜になるとですね、キューラインでもランタンに明かりがね、灯っておりまして、この夜のね、ランタンが明かり灯っているところからアトラクションにね、乗っていくと、本当にこう没入感がすごいです。昼のね、明るいところから、目のね、慣れ方的にも、全然暗いところから暗い方がね、綺麗に見えるんじゃないかなというところで、個人的にはね、このラプンツェルのランタンフェスティバルは、夜がおすすめとなります。これからの時期ね、夏は暑い、冬はね、寒くはなってくるんですけども、やはりね、この屋外でラプンツェルの塔が見れるといったところで、非常にね、いいアトラクションとなります。ただですね、ラプンツェルのランタンフェスティバル、他のアトラクションと比べると、短めのアトラクションとなっておりまして、約ですね、5分間のアトラクションとなっております。外のシーン、そして中のシーン含めてもですね、なんかどうしてもこう短く感じてしまったというところなんですよね。他のアトラクションと比べると、時間が短いっていうのと、前にフロント向きにしか進まないようなアトラクションとなっておりまして、フローズンジャーニーとかね、もちろんドロップとか、あとはバックドロップね、普通にスイッチバックしたりとかするような感じなんですけども、ほんと単純なね、こう前に進むだけのアトラクションにはなるので、個人的にはもともと予想していたような形で、横向きに進んだりとかね、視線誘導するような、ボートライドになったらいいななんては思ってはいたので、そこら辺がちょっとね、残念なところではあります。ただですね、いいところめちゃめちゃたくさんありますので、ぜひね、ラプンツェルのファン、それ以外の方もですね、ラプンツェルのランタンフェスティバル楽しんでいただければなと思います。続いて、第3位はですね、ピーターパンのネバーランドにあります、ピーターパンネバーランドアドベンチャーでございます。
ピーターパンのネバーランドアドベンチャーはですね、まあ、ユニバーサルスタジオジャパンのスパイダーマンのような形でですね、3D メガネをかけてスクリーンをね、見ていくようなそういったアトラクションになっております。ところどころね、プロップスとかもありますけども、まあ、ほとんどね、映像を見ながら楽しめるようなアトラクションとなっております。映像に合わせて、まあ、プロップスが動いたり、あとはね、ライド自体が動いたりといった形で、まあ、非常にね、没入感の高い体験ができるそういったアトラクションとなっております。今まで東京ディズニーリゾートにはモーションシミュレーターという形でね、スクリーンに対して動くようなね、アトラクションスターツアーズとか、あとはストームライダーとかね、あったわけなんですけども、ちなみにモーションベースライドというのはね、なかなか珍しいというよりかはですね、もうほんと東京ディズニーリゾート初のね、アトラクションというところですかね。まあ、3D メガネをかけながら、まあ、それに対してね、ライドが動いていくというようなアトラクションはね、東京ディズニーリゾート初となるわけなんですよね。まあ、東京ディズニーリゾート以外あまりね、行かないっていう方は非常にこう新鮮な体験になるんじゃないでしょうか。もともと 2D アニメーションのピーターパンを 3D アニメーションにしてですね、さらにこう飛び出すような立体感のあるようなこう 3D のね、映像を作ったということは、非常にそれもね、世界的に見て非常に価値のあるアトラクションじゃないかなと思います。まあ、このアトラクションシステムだったりとかストーリーとかもね、非常に面白いんですけども、やはりね、私的にはこのアトラクション本当に素晴らしいなって思ったのが、この最後のね、ピーターパンのセリフです。いつまでも子供のままでいてね。じゃあまた会おう。この一言にこのアトラクションの全てがまあ詰まっているんじゃないかなと思っております。やはりね、そのもう最後のセリフを聞いた時にはもううるっとね、来てしまいました。まあ、本当にこう興奮するようなね、冒険をするようなアトラクションなんですけども、そういった感動的なね、まあ、大人にとって本当たまらないアトラクションになるんじゃないかなと思います。東京ディズニーシーは、まあ、冒険とイマジネーションの海となりますから、まあ、冒険心をね、くすぐるようなそういったアトラクションが非常に多いんですけども、まあ、子供心をね、こう思い出させるようなそういったセリフがこの東京ディズニーシーでね、聞けるとは思っておりませんでした。めちゃめちゃいいセリフじゃないかなと思いますね。またね、このファンタジースプリングスをオープンしたら、このピーターパンのセリフをね、聞きに行きたいなって思ってしまう、そういったアトラクションになります。そしてね、ネバーランドの空とか、あとはロンドンの空を飛び回るようなね、爽快な体験をすることができまして、まるでですね、パンドラにありますアバターフライトオブパッセージを思わせるような、そういった壮大な空の旅を楽しむことができます。そして元々ある東京ディズニーランドのピーターパンの空の旅もですね、乗ってみたいななんて思ってしまうようなアトラクションになります。ただこのアトラクションに関しては、ユニバーサルスタジオジャパンのスパイダーマンっていうね、本当に素晴らしいアトラクションが、まあ、やはり同じようなシステムを使ったものがありますので、まあ、それをねちょっと超えられるかなっていうのは本当にずっともうオープン前から心配であったんですけども、やはりね、ユニバーサルスタジオジャパンのスパイダーマンを超えることは個人的にはちょっとできなかったかなというところですね。もう真新しいライドシステムとかではないので、まあ、その中でね、このシステムを採用して作ったわけですけども、いろんな映像だったりとか、その映像とライドの動きとか、さらにはその周りのものの動きとかを見てみても、ユニバーサルスタジオジャパンのスパイダーマン申し訳ないけど超えられなかったというアトラクションなので、こちらはね、第3位となってしまいました。まあ、ただね、こう非常にいいセリフとかもありますので、ぜひこちらのピーターパンのネバーランドアドベンチャー乗っていただければなと思います。そしてファンタジースプリングスのアトラクション第2位はですね、フローズンキングダムにありますアナとエルサのフローズンジャーニーでございます。こちらのアナとエルサのフローズンジャーニーはファンタジースプリングス内で最も大きなアトラクションとなります。面積がね、めちゃめちゃ広いんですよね。そしてまあ、長さももちろん一番長くてですね、アナとエルサのフローズンジャーニー約6分半のアトラクションとなっております。もともとエプコット、そして香港ディズニーランドにはですね、フローズンエバーアフターというアナと雪の女王のアトラクションありますけども、こちらのフローズンエバーアフターに関してアナと雪の女王1の後のストーリーとなっております。ただですね、こちらフローズンキングダムファンタジースプリングスにできたアナとエルサのフローズンジャーニーに関してアナと雪の女王1のストーリーとなっておりますので、こちらのストーリーの違いとかですね、もう全然ライドの動きが違ってきます。同じようにですね、スイッチして、まあ、バック、フロント、そしてドロップがね、あるような感じのアトラクションにはなるんですけども、
もう全然違うんですよね。もうびっくりしました。もうフローズンエバーアフターみたいなアトラクションになるんじゃないかって言っていた過去のね、私の言葉を本当にもうキャンセルしたいぐらいですね。本当に素晴らしいアトラクションとなっています。同じようなドロップ、あとはねスイッチの効果とかあるんですけども、それらすべてがですね、このライドの動き、そしてさらにはその周りのですね映像シーンとですね連動してるんですよ。フローズンエバーアフターっていうのはですね、まあスイッチとかもちろんドロップあるんですけども、どうしてもですねそれぞれの動き、そして周りのシーンがまあ独立している感じでですね、まあ連動してる感じがやっぱりないんですよ。その点、こうフローズンジャーニーに関してはもう本当にこのシーンと動きが連動しててですね、本当すごいなっていうふうには思っておりました。もう自然なんですよ。ドロップっていうのが、まあ、カリブの海賊とかと同じぐらいのね、ドロップと、あとはもうちょっと小さなドロップがあるんですけども、ドロップってやっぱりこう、恐怖をね、覚えるような、まあ、結構怖めのね、感じを覚えると思うんですけども、そのドロップをもたらすことでシーンの展開とか、あとは、こう映像のね、動きとかに合わせて、まあ、このドロップを組み込んできておりますので、まあ、恐怖っていうよりかは、まあ、シーンの展開、切り替わりに、本当にこう、うまく使ってきてるなっていうような印象なんですよね。そして、このアンと雪の女王1のストーリーに絞ってきたというところなんですけども、これもまたね、いい選択だったかなと思います。まあ私自身、アナと雪の女王2も本当に大好きなので、ぜひアナと雪の女王2のシーンもね、組み込んでほしいなっていうところもあったんですけども、まあ、そのセリフもぜひ、消してほしいです。アナと雪の女王1の本当にこの作品だけに絞ったっていうことは非常に英断だったかなと思います。アナと雪の女王2のシーンとか音楽をね、組み込むことによって、結構とっちらかってしまうようなリスクがね、やっぱりあったんですよね。まあ、それが本当にこう1だけに絞ることによって、うまく本当にこのアトラクションの中だけでですね、もうストーリー、物語を収めることができていたんですよね。ただですね、アナと雪の女王1の映画のストーリーをこう辿るだけにとどまらずですね、全然角度が違っていて、まあ、アナと雪の女王1の映画のストーリーを辿っているように見えても全然違う見方ができるというのがこのアトラクションの素晴らしいところです。アナと雪の女王1のシーンとか音楽をね、まあ、使っているんですけども、まあ、このアトラクションで辿っていく場面っていうのが全然この切り取り方が違っていてですね、角度とかもそうですし、表情とかも全然映画で見えなかった部分がこのアトラクションでは見れるというところなんですよね。同じ音楽、同じシーン、同じキャラクターを使っていても、こんなにも描き方が変わってくるんだっていうのがね、このアトラクションのやはり新たなね、こう発見だったんじゃないかなと思います。本当にアトラクション素晴らしくてですね、あとはまあ暗いね、真っ暗なシーンとかもあるんですけども、その真っ暗なシーンから明転していくんですよね。さらに、からまた暗転していくんですよ。なのでその暗くなったシーンが本当にこう映画の作品をね見ているかのような、そういった感じをね受けさせてくれます。こんな素晴らしい場所たくさんあるんですけども、個人的に残念だったのが急ラインなんですよね。急ラインめちゃめちゃいいじゃんって思うかもしれないんですけど、私もまあ急ライン本当にこう素晴らしいなと思ったんですけども、この急ラインアレンデール城の中をまあデザインしているんですよね。まあ、優先レーンに関してはクリストフの氷屋さんのね中をまあ再現しているようなんですけども、まあ、通常のスタンバイレーンに関してはアレンデール城の中をねここで再現しているわけなんですが、このアレンデール城の中はですね、もう一つレストランがフローズキングダム内にありまして、アレンデールロイヤルバンケットの中でもこのアレンデール城の中に入ることができるんですよ。同じようなやっぱりこうシーンというか場所が同じエリア内にあるアトラクションとレストランでそれぞれあるんですよね。この違和感が私自身としてはちょっとこう拭えなかったというか、お城の中はね本当に素晴らしいんですけど、まあ、これをね、レストランとアトラクションでそれぞれまあ表現する必要があったのかなっていうのが私自身のね、ちょっとこう疑問になってしまったんですよね。まあ、アトラクション自体はね、本当にこう素晴らしかったんですけども、ただこの急ラインでですね、こう並んでる間にこう、うんって思ったのが、まあそこだったんですよね。あとはアトラクションの中で、まあ、映像で表現されている部分がありまして、まあ、フィナーレの、ね、一歩手前のところですね、
アナがね、凍る前のシーンなんですけども、映像でまあ、ここがね、表現されておりました。ショードロップも一緒にあって、まあ映像ってね、本当にこのショードロップが連動してうまいこと言ってたんですけども、まあ、これをね、映像じゃなくて、ぜひ、オーディオアニマトロニクスでね、表現してほしかったなっていうようなね、シーンになります。吹雪とかね、霧とかが、まあこのアトラクションの中でね、表現されていたらめちゃめちゃ面白かったんじゃないかなと思うんですけども、ここがね、映像だけに留まってしまったというところが、まあちょっとね、こう残念だなと思って、シーンでありました。まあ、そういったところでね、このアナとエルサのフローズンジャーニー、非常に素晴らしいアトラクションだったんですけども、私自身としては第2位とさせていただきました。多分ね、このフローズンジャーニーに関してはね、1位に持ってくる方、非常に多くいらっしゃるかなとは思います。そして、ファンタジースプリングスのアトラクション、個人的なランキング第1位はですね、ピーターパンのネバーランドにあります、フェアリー・ティンカーベルのビジー・バギーでございます。いや、もう今までの私のこの動画見てる方は、まあ、やっぱり、ティンカーベルのビジーバギーかって思ってらっしゃる方、非常に多くいらっしゃると思うんですけども、このね、フェアリーティンカーベルのビジーバギー、本当にやっぱいいですね。もう、前々から、まあ、この工事状況ね、見ていて、絶対素晴らしいアトラクションができるというところでお伝えしておりましたが、やはり乗ってみても、本当にこう素晴らしいアトラクションでした。こちらのフェアリーティンカーベルのビジーバギーに関しては、妖精たちが住む世界、ピクシーホローを舞台としております。なので、このアトラクションのゲートをですね、くぐった瞬間から、周りが妖精サイズのものとなります。植物とか、あとは人間たちがね、使うようなものが非常に大きく見える、そういったね、こう、旧ラインから、そしてアトラクションまでとなっていくわけなんですけども、本当にそれらの造形が素晴らしいんですよね。昔、ディズニーカリフォルニアアドベンチャーにありました、バグズランドを思わせるようなそういった風景が広がっておりますけれども、バグズランドよりもですね、非常にこう造形が細かくてですね、さらに色合い色彩も、まあ、ピクシーホローらしさが出ていて、色鮮やかに出てきております。なので、今後ですね、この色落ちしていく過程になっていくので、今が多分一番美しくね、見える時期になるかなと思います。ずーっと私ね、このティンカーベルシリーズ見てくださいっていうことで伝えているんですけども、やはりね、このティンカーベルシリーズ見てから行くと、本当に楽しめます。めちゃめちゃ面白いです。もちろん、まあ、ティンカーベルシリーズ見る前にね、行っても楽しめるようなアトラクションになるんですけども、それぞれのキャラクターとか、あとは、まあ、ティンカーベルの性格とかね、話とかね、そういったものがもう分かってから行った方がいいですよね。まあ、ピーターパンの作品の中では、ティンカーベルっていうのは、人間にはですね、鈴の音で声は聞こえてくるんですよね。なので、まあ、ティンカーベルの性格とか、あとはね、こう声とかって全然わかんないと思うんですよね。ピーターパン見ただけじゃ。それがそのティンカーベルシリーズの作品を見ることで、ティンカーベルの性格とかもですし、その作品に出てくるキャラクターとかをもう一つ一つね、こうやっぱり理解してから行くのとでは全然やっぱり違います。このアトラクションの旧ラインでではですね、本当にこのピクシーホローの世界観が広がっておりますので、本当に感動しますね。こう、物の大きさもだけど、あとはこう、人が落とした迷い物がですね、このピクシーホローに流れ着くわけなんですけども、その迷い物のね、数々だったりとか、ティンカーベルっていうのはものづくりの妖精なんですよ。ものづくりの妖精のティンカーベルが作ったライドになるわけなんですが、このアトラクションのライドに乗った瞬間、あ、これがティンカーベルが作ったものかっていうようなね、そういうものを噛み締めながら乗ることができます。もちろんライドだけではなくてですね、この Q ラインとか、あとはこのアトラクションのライド本編にもですね、ティンカーベルが作ったものたくさんありますので、ぜひそういったものを見ながら楽しめるようなアトラクションになっております。そしてその Q ラインにはですね、まあ、ピクシーホローの全体像がありまして、そこにもですね、本当にこのティンカーベルシリーズ出てきたキャラクターがもうたくさんいます。そしてね、ライド本編中にも、ホタルのブレイズだったり、あとはネバービーストであるグラフだったり、そしてネズミのね、チーズがいたりといった形で、ティンカーベルシリーズでおなじみのキャラクターたちがね、こちらのアトラクションの中にも登場してくるんですよね。若干まあこのチーズの顔が、まあ、アニメーションとちょっと違ってきてしまってはいるんですけども、そこはね、おっと思ったんですが、まあそこはね、アトラクションにデフォルメをまあ加えたような形でっていうことでまあ理解しておりまして、まあそこ以外はね、本当にこう素晴らしいね、アトラクションに仕上がっております。ピクシーホローっていうのが本当にこう四季だったりとか、あとは天気がね、非常に美しく見えるような場所なんですよね。そういったものをこの屋外でアトラクションを回すことで、まあ四季の
春夏秋冬、そして、まあ、天候をね、いろいろこう楽しめるようなアトラクションになっているかなと思います。昼もですし夜も、そして、まあ、天気晴れでも雨でも楽しめるようなアトラクションとなっております。雨の日はね、ほんと濡れてしまうので、カッパをね、着ていただきながら乗っていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、東京ディズニーランドにあるようなピノキオや白雪姫のようなね、こう小さなライドアトラクションがこの東京ディズニーシーでも登場してきたということで、小さなね、お子様にも楽しめるようなアトラクションとなっております。ぜひ、妖精たちが住むピクシーホロの世界観を楽しんでいただければなと思います。こちらのアトラクションはなんで第1位かっていうと、まあ個人的にはですね、一番体験としては面白かったというところなんですよね。見た目の美しさもですし、まあ新しいライドシステムを導入していないにもかかわらずですね、まあそのライドシステムを一つ一つね、こう細かいところを組み合わせたような形で回転機構があったりとかするようになっておりまして、シーンとあとはこのアトラクションのライドの連動がですね、まあやはりこうすごかったですよね。本当にこう氷の上でツルツル滑るような感覚になったりとかもしますので、まあ、小さなアトラクションでですね、まあ2分半にもかかわらず本当にこういろんなものに詰め込んでくれたようなアトラクションになっております。まあ、事前に、まあ私、ティンカーベルの映画作品とかもね、でもずっと見ていたものになりますので、その世界観がね、この現実世界、まあ東京ディズニーシーのファンタジースプリングスで、まあ、再現されたというところでは、本当に高評価の高いね、アトラクションとなりましたので、こちらが第1位となります。はい、それではですね、皆さんいかがだったでしょうか。まあいろんなね、ご意見あるかなと思うんですけども、私個人的なね、このアトラクションランキングとなりました。第4位、ラプンツェルのランタンフェスティバル。第3位、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー。第2位が、アナゼレサのフローズンジャーニー。第1位が、フェアリティンカーベルのビジーバギーと言ったところで、いや、もうこのファンタジースプリングス、本当にこう素晴らしいアトラクションができました。なかなかね、こうワンデーパスポートで全てのアトラクションをまあ同時に1日で体験するっていうのは難しいかもしれないんですけども、ぜひですね、このオープンしたらですね、このアトラクション全て体験していただければなと思います。おそらくね、まあ私のこのね、今回言ってることもわかるっていう方もね、めちゃめちゃいるかなと思いますので、ぜひね、この私のいろんな言ってることをね、思い出していただきながら楽しんでいただければなと思います。それ以外にですね、私あのファンタジースプリングスのこといろいろ載っけております。このエリアの巡り方とか、アトラクションの乗り方、さらにはですね、攻略方法とか、動画概要欄の方、リンクの方からご覧になっていただければなと思います。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私、WD トミティ3スタジオズはですね、SNS、Twitter、X、Instagram、スレッズ、そしてブルースカイの方もやっております。そちらのフォローの方よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録者、2024年中に5000人突破目指しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。